語学部2年生熊原喜選手4、受講生による学生セミナー、ミルクちゃんの家ですとバーナーのチョコを使ったりし、途上国の支援につながるので、ぜひ、いや、感染者の幅が広いということは、海外でも売られているコロナマジンの秋は大阪万博が開催されることから、本当にありがとうございました。人の人数がやっぱり動かないとダメだから、そういうセミナーとか人に伝える形で、なんだろう、そういう形がやれるのならいいなっていうふうに思いました。大学入ってからはそんなにそういったことに興味ない、あんまり興味がなくて、ただ英語を学びたいっていう感じで、漠然とした目標だけ持って大学に入ってきた人だったので、そこでなんか話、海外の人とコミュニケーション取ったりとか、その会社に行って話を聞いた時に、自分もこうやってグローバルに世界に飛び出して、いろんな人と会話してみたいなっていうふうには思い始めて。学生は能力はとても高いです。私は今回公開講座を実施して改めてそれについて確信を持ちました。必要なのはたった一つではなかろうかと私は考えています。何かと言いますと、彼らの持っている能力を我々が把握し、それをどうやって伸ばすのかということを考えて指導することだけです。後で彼らはちゃんとやります。シンポジウムに一緒に参加させてもらったんですけど、やっぱり自分は高校の時は全然人前で喋るとかはなかったので、すごく緊張したし、どうしたらみんなが聞いてくれる面白いプレゼンになるんだろうっていうふうに思っていろいろ悩んでたんですけど、そういうその中でもやっぱり水木さんは割とちゃんとしてるというか、割と自信を持ってプレゼンしてるなっていうふうに思ってて、私がどうやって作ったらいいとかっていう悩んでた時に、水木さんがじゃあこうしたらいいとか、自分のこともあるのにちゃんと周りにも気を配られてて、本当に尊敬しかなかったです。ちょっとまだどんな会になるのかわからないんですけど、まあ、みんなが頑張る姿を今日見れたらいいかなと思ってます。調べたところ、ウェブテーマパークのロッテランドというものが日本にはございました。最後になりますが、成功とは継続であり、先ほども話しましたが、一時、一旦のお金を梅田空港の方が今後、注目を浴びるのではないかと考えました。で、あと、まあ、大阪万博、オリンピックの話で言えば、主に羽田に集中しなくても、極端な話、国内移動は羽田にポンって集めてこれるので、浮かばな
ので、まあ、1件あたり1000円ぐらい輸送費っていうのがかかってきちゃうかなというふうに、まずその将来とか考えた時にやっぱりリーダーシップ、私がもともとその大学の別の講座を受けてた時に社会人の方が講師として来てて、リーダーシップのが大事っていう話とかをよく聞いてて、で熊原先生の授業でも同じようなことが、明るくなったし活発になったというか活動的になったね、いろいろ何でも積極的に取り組んで、そうだね、夜遅くまで、結局ズームでなんか外国の人とかとなんか喋ったりして、ね、あの友達と話したりとか、今ノルウェーの子か、うん、なんかと話してるよね、夜遅くまでね。お父さんがエンジニアだったので自分もエンジニアになろうと思ってたんですけど、なんかただのエンジニアじゃ面白くないなっていうのも思ってて、その外国人労働者だったりとかが日本に入ってくる中で、やっぱり英語っていうのは、まあ、どの分野にいたとしても必要かなって、万能の能力だなっていうふうに思ったから外国語学部に決めました。英語も何、あのニュースを聞いてるやつ、 BBC とかね、 BBC とかを、ね、家で見たりですね、 BBC とかを見たりとか、聞き取れるって聞くと、うんうん、大丈夫って言うよね、すごいよね、そう、うんうん、ああやって喋れるようになりたいなと思いながらだよね、うん、あとインターンシップとかも、うん、あの積極的にね、いろんなイベントなんかも、うん、すごい、学生たちがリーダーを決めるときに水木さんともう一人の山田さん二人を推薦してくれたわけです。その二人に少しアドバイスをしただけです。結果としてはとても素晴らしいリーダーシップ能力を発揮できたわけですし、本日のような企画はできたわけです。では続いて国際協力についての発表に移らさせていただきます。はい、まず皆さんに質問なんですけど、日本のエネルギー自給率とか食料自給率を知っている方いらっしゃいますか？実は日本のエネルギー自給率 20% で、食料自給率も 40% で、ほとんども海外に依存している状態なんですね。で、じゃあその依存している先の世界には何カ国の国家があって、そのうち発展途上国は何カ国あるでしょうか？本当にあの頑張ってるなっていう姿があの印象に残ってます。特に最初あの機材トラブルでなかなかちょっと始められなかった時、そんな時でもあの諦めずにずっとどうにかできないかなっていう姿がとても印象に残ってます。フィリピンの方のフィリピンの村の一つなんですけど、企業が記事に出してあげていて、それを読んだ時に9割の方が辞めていました。で、なんで辞めたかっていうと、すぐにお金にならないから、で、なので途上国の支援につながるので、ぜひ海外旅行行きたいなって思ったら途上国へ行ってみてください。で、カンボジアっていうのはポルポト政権っていう政権、カンプチアっていうカンボジアの前の国なんですけど、カンプチア時代はその共産主義思想、ポルポトさんが共産主義の方で、恐怖政治、反乱っていうのを恐れていて、大量の虐殺、170万人が犠牲になる大量の虐殺をされた、水木さん、今回リーダーに選ばれてこの企画を実施するときにいろいろ戸惑いもあったかと思います。でも結果から見ると大変良かったですね。やっぱり水木さんの夢である将来国連で働くということ忘れないで、これからも活動を続けてください。きっとその結果が私も見ることができるようになると信じています。おめでとうございます。今あの娘の夢が、将来国連で働きたいっていうのを言ってるので、まあ、親としてもそれを後押しできるように一生懸命応援していきたいと思います。ぜひそのまま目標に向かって頑張っていって夢が叶えられるといいね。頑張ってね、応援してるよ。みずきちゃん、 I know you can do it always the best。 最後になりますが、成功とは継続であり、先ほども話しましたが、一時、一旦のお金を渡しても、その日しかしのぐことができないので、やっぱり、現地の人たちからちょっと継続できるような支援の仕組みをつなげることが、失敗しない国際協力なのかなというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。
も来てくださって話を聞いてて、でなんかどんどん国際協力っていう風にのをやってみたいなっていう風に思い始めたので、大学学部において1年生2年生そしてさらに3年生4年生の時にもこのような今までもらった経験を生かしながら活動してよければ間違いなくその後に社会人になっても成功するというふうに確信しています。私たちの目的は外国学部のスローガンであるグローバルコミュニケーターになることです。あきらくんは初めて会ったのは1年生の時の学祭で一緒にスリランカカフェっていうお店をやらせてもらって、そこでやっぱりみんな急いで準備をしないしてオガと経営の問題だったりっていうのも一緒に考えなきゃいけないっていう状況で、みんなまだ初めてだったので全然分からなかったんですけど、そこでもうなんだろう、すごくリーダーシップっていうわけではなく、下から縁の下から支えるっていう感じの印象は受けました。自分が考えることだと、そのさっきもプレゼンの中にあったんですけど、今がおそらく第一歩を踏み出したと思うので、次第二歩第三歩どん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 成長につなげてもらったら嬉しいなと思っております。日本で作られたものなので日本語でそのまま使われてました。オリンピックは種目が多く、また多いため世界の中でも下から47カ国貧困の47カ国に私で言ったら学校の理科の先生しました。しかも校門の前でこうやってやって、はい、おはようスカート短いよとかってやってらっしゃいました。生活指導やってらっしゃいました。そういうのを改善するために交通の便っていうのを結構、多くして、どこからでも気軽にそして早く行けるようにしていくっていうのもあるのではないかなっていうふうに考えています。日本の学生ってなんか内向的っていうか、自分から話しかけたりしないんですけど、話し合ってた時にものすごいあっちの人た現地の大学生の人が自分たちに話しかけてくれて、あきらくん、I know you can do it. All is the best. では続いて最後になりますが、航空業界についての発表をしてもらいます。これらのことから私たちが考える解決案としては、国際交流の場を設ける代行サービスを提供するということになります。案内してしたり手続き等を全て代わりに AI が行うということを挙げました。航空業界ではなく空港に着目した点がまず一つ目に面白いなというふうに思いました。ありがとうございました。面白いですね。問題提起を最初にきちんとしてそれに対してどうアプローチするかという、結局の方向ですって言って持ってきたんですけど、でも問題提起したのはすごくいいなと思います。自分たちで課題意識を持つっていうのがすごくいいなと思います。なぜならオリンピックは種目が多くまた多いため選手や感染者の幅が広いということですが、ワールドカップですと主にサッカーファンに限定されてしまいますので、羽田空港の方がより注目されるようになるのではないかと私たちは考えました。今回とても素晴らしい公開講座は実施できて本当に嬉しく思います。おめでとうございます。みんなが一団結して頑張った結果ありましたね。これからもぜひそのようにやってください。本日は外国語学部2年生スマーラ基礎演習4受講生による学生セミナー FFS 生と考えるグローバルに活躍するためにはというものに参加していただき誠にありがとうございました。